次の日程ございますので10分程度で終わらせていただきます。それではお願いします。中身について、あの簡単に説明していただけますか。今日はあの詳しい具体的な中身のところまでは言ってません。まずはキックオフということで、ただまああの全く協議する必要のない項目があります。これ文献改革の部分はあのそもそも一致してますから、だから我々の発覚と、みんなの党の皆さんのアジェンダの中で、これからちょっと違う部分について、これはもう、麻生政調会長と麻生政調会長で今日をキックオフの日として、見つめてもらうということを今日は決めました。まあ、その大体目処は11月末を目処にですね、政調会長を通して議論を深めてですね、結論を出していきたいということです。まあ、大体のイメージ、具体的な中身についてはこれからですけれども、まあイメージとしてはやはり今国政のですね、最重要課題である消費税増税の問題、脱原発の問題、地域主権の押収性の問題、さらには TPP、我々は開国と言ってますが、そういった問題についてですね、やはりしっかりと切り合わせをしないとですね、永田町というのはどうしてもですね、誰と誰が手を組むかとか連携するかばっかりなんですけれども、その前にですね、しっかりこういった基本的な政策課題についてですね、一致をさせてですね、やはり国民、有権者の皆さんに選択肢を、ね、提供するというのが我々政治家政党の責任ですから、この政党に投票すれば選挙の後この国がこういう方向に行くんだというのが明確にならないですね、やはりこれは我々の責任を果たせない、誰と誰が組むかとか、どこの党と党が連携するかとか、そんな話じゃなくてですね、我々はしっかり政策中心の政党でございますから、ぜひそこはですね、しっかり検討した上でですね、11月末までに国民の皆様にですね、出ていければと思います。次回以降は、国会も始まりますので、我々、大阪にお邪魔できる、かどうか、ただ今、大阪議会ではですね、議会自体は開催してないということなので、交互にやっていくような形になるかもしれません。東京、大阪、交互に。11月末までにっていうのは、その共通政策のようなものなんですかということなんですか。どういうことなんですか。そうです。それからそれはどこまでですね、合意できるか、これからですかね。先ほど申し上げましたような基本的な政策課題について、合意できれば共通政策ということです。もちろんその衆院選への共通する部分については公約として共通させていく。衆院選に向けてですね、まずしっかり政策をすり合わせよう、こういうことです。そして今日は具体的なテーマはありますか。消費税や原発や増収税などいろいろ共通。項目は当然どういう項目を中心に議論していこうということはお話し合いをしました。例えばそれは具体的にどういうふうに。先ほど申し上げましたように消費税の増税の問題、脱原発の問題、さらには挙げればこれはもう完全にもう一致してますけどね、地域主権、領収制の問題等ですね。外交防衛政策についても大詰めていくんですか。それはもう政調会長同士でこれから議論を深めていきます。選挙協力の話は11月末に共通政策がまとまってから、それとも同時で、すぐそういう気の早い質問が出るんですが、まず我々は政策でしっかりとすり合わせをして合意をするということがですね、まだこれは基本的な方向は一致してますけれども、やはりそれぞれの問題についてニュアンスの違いとか一点の言い方とか、そういったことは別々の政党ですから違います。そういったものをすり合わせをして合意できればということなので、まだちょっとその質問に対するのは早い。これは別々の政党ですから、政策協議でいろんな形で、一致したとしても、別々の政党でどうしても同じ
今の選挙制度でも小選挙区ですから、これは比例はそれぞれやっぱり選挙するわけです、ね、だから全部が全部もう争うことないということはありえないんです。これはでもやるんですけど、できる限りやはり、政策が一致するそういうグループの中で国会での勢力を拡大していきましょうよというために政策協議になっているわけです。最初から全面対決するつもりではもうあるんなら政策協議やる必要ない。でも一つの政党ではないということは、まあ、どうしても当たらなければならないところは出てくるし、比例はそれぞれやっぱり頑張るということになるんです、ね、だからそれが今の制度の選挙の制度、ね、だからそこはそれぞれやっぱりこう紳士的なお付き合いの中で、でも当たるところは当たるところは仕方がないという中での、うん、それぞれの政党の活動をしていくしか僕はないと思います、ね、冒頭の挨拶を聞いてみると、その政策の合意に向けてかなり意欲的にいらっしゃるのかなという印象を持ったんですけども、そのやはり何としてもこう、まあ、言えないかもしれないですけど、今後の協議においてはやはりこう合意というのはかなり進み出していて、そのあたりがと思いますよね。協議は問題でしょうか、合意を目指さないというのはありえないので、合意がなるように頑張っています。開催だという問題はございません。両幹事長の方にしたんですが、石原新党ができて、石原さんが辞任されてですね、今度は橋本さんとの連携を見ようと示していますが、一方で石原新党に入って参加された立ち上がれの平山さん、そうだな、消費税賛成で、かつ原発推進党、かなりみんなの党とはですね、まさに今、枝幹事長おっしゃった政策何をするかというので、相当な開きがあると思うんですが、今後これは、このですね、維新とみんなの連携にはどのように影響を与えていくと、両幹事長お考えでしょうか。いや、そもそも冒頭にご挨拶させていただいた通り、まあ、枝幹事長もおっしゃってますけど、誰と組む、どこと組むじゃなくて、何をやるかのところで、まずは議論をさせていただかないと、選挙になったとき、有権者の判断を、もう、まあ、言ったら、有権者の判断を迷わすことになってしまいますんで、だから、我々日本維新の会として、他の政党と、まさにこう排除の論理はないですが、まずは政策をご議論させていただく場からスタートしない限りは、それがないと誰と組む、どこと組むということのそういう姿は、そういう姿になるようなことはやりません。政策の一が前提になるというもちろんです。松井さんにお伺いしたんですけれども、その政策一応前提としてですね、維新がハブになるというのは、これ発策を、今まで作り上げるにあたっては、オープンな議論の中で、やってます。だからそれに、まあ、ご賛同いただける、そもそも我々は自分たち自身がどういうポジションにいたいということを考えて、ナショナルパーティーを作ったわけではありませんので、ぜひこの国を、まあ我々と同じ方向性に、導いていただける、そういう、国会議員の皆さんの集団をぜひ僕らは作っていきたいとは思いますが、そこが、それぞれ違う政策を掲げられるなら、我々は自身の策を掲げて一度民意を問いたいと思います。平幹事長は先ほど必要性であるようにして熊が伝わらないです。まあこれは一重にですね、石原新党なるものがですね、どういう政策を打ち出されるのかにかかっていると思いますよね。何度も申し上げますけれども、これまでの政党政治の最大の欠陥はですね、基本的な政策ですらですね、同じ党内で一致しない、政権を取った途端にですね、党内で内輪もめ、足の引っ張り合いが起こってですね、そこにつけ込んで官僚主導の政治になってしまうということですから、我々がその二の舞をやっちゃったらですね、それはもう完全に国民の信を得られることができませんのでね、石原新党であれ、どこの政党であれですね、まずその打ち出される政党、政策、しっかり見させていただきたいと思いますね。やはり我々みんなの党としては、
その増税の問題、増税の前にしっかりやるべきことがある経済成長や議員が役人が見送る改革ですね、それから脱原発、将来原発ゼロにしていく、さらには地域主権型、同州制でこの国の形を根底から変えていく、こういったですね、やはり最重要課題というか基本政策についてはですね、一致しないとですね、やはり連携というのがございます。石原さんは会見でですね、立ち上がる日本の状況を視野しています、その一般やみんなのことをその連携するので反対抜けが出たようで、そういう話をして一人になってもみんなの党や維新の会、橋本さんと協議をしたいというふうに今日おっしゃってますね。で、石原さんがそういうふうに政策に引っ張られた場合、維新の会としてもみんなの党としても話し合いを当然石原本体がもうそこまでお覚悟を決められている。で我々はもうそもそも、大阪維新の会の最高顧問的なそういう、お方ですということも申し上げてたの で、そういうことであればそれはもちろん、ぜひお話を聞かせていただきたいというのは当然だと思いますけどね。今石原慎太郎さん、それから立ち上がりの皆さんで協力中の話ですからね、我々がどうこうという話じゃなくて、やはり一つの塊になって正当化された時の姿を見てですね、判断したわけです。どこと組むかという話は、嫌だとおっしゃってますけど、今日石原さんが会見で言われたのは石原さんや維新みんなで、大連合のように第三極を作ればいいのかという発言もされているんですけど、その大規模の意味がですね、単に幕藩体制を倒すその一点で急増するとおっしゃるんであればね、またちょっと違うと思うんですよ。もちろんその我々は幕藩体制を倒して本当の維新を成し取りたいと思ってますけど、じゃあその幕藩体制官僚政治を打破して国民のために何をやるのかというのが大事ですね。何をやるのか、それは我々は増税の前にしっかりやるべきことをやる、脱原発、それから支持主権の修正、さらには TPP 解読ということですから、それがないとですね、国民に響かないと思います。ですからそういう基本的な政策課題について今度できると言われている石原慎太郎さんがですね、どういう手が打ち出すのか、そういうのを見させていただきたいと思います。じゃあもう僕らだから大阪では今枝川さんと言われたように増税の前にやるべきことがあるという、大阪では増税そのやるべきことをさっきやってますんで、公務員基本法もそうですし、議会改革もそうですし、報酬カットも全部やりました。これ全部やっても大阪が非常に厳しい。でその厳しい原因はやはり今の中央集権制度だ。これ打破するために自分らがやるしかないということで、ナショナルパークを作ったわけですから、石原都知事がですね、ご自身の都知事自身が長いお付き合いのある友情のあるこうそういう立ち上がれのそういう皆さんがもうあまりにも狭い了見なら一人ででもと言われるなら、その覚悟は僕はもうすごい覚悟だなと、そういうふうに思います。連合というのはよくわからないですけど、第三極の撤収ということを標榜されている石原都知事の考えについても、政策です。いや、そこはだから、あとは政策的なもんです。昨日、記者会見を見せていただきましたけど、あの中で、原発問題についても、都知事自身が触れられ、30年代、ゼロを目指す30年代という、その、言うたらタイムスケジュールを入れながらね、ゼロを目指すんだろうということもご発言されてましたから、これすごくやはりその考え方っていうのもやはり時代の流れというか、そういう時代の変化に合わされて発言をされてるんでしょうね、発言されてるんだろうなというふうに思いました。で今朝の立ち上げでも言いましたけど、まさに公開経営制度を単式ではなく複式にやってるのが東京と大阪ですから、その部分についても石原都知事から橋本当時の知事が
こういうふうにしないと財政状況わからないんだよと言われる中で、まあ、大阪が取り入れたことですからね。だから本当にこの国を変えたい、でその変える方向性が、同じであれば、それは、まあ我々は拒否するものではないと思います。僕らも、もともとそもそも、地方のローカルパーティーから、この国のあるべき姿ということで発覚を掲げて、スタートしてますが、政策協議を、誰々さんとは嫌ということはもう全く最初から合わないグループとはこれはやりません。でも合うんだよと言われれば、これは、まあ、合う可能性あるんだよと言われれば、そこは協議するのは政治の役割だと思います。枝官庁に伺いたいんですけども、維新政策が方向性が行き着かずして、石原新党に行ってしまう場合に想定されるという、その場合対応は変わってしまいます。場合を、つまり維新の対応と政策は行き着かないんですけども、石原新党とずれがあった場合というのは、それは我々も釣れれば無理ですよ。家庭の話ですからね。まあ石原慎太郎さんといえばですね、まあ、人生の大先輩でもあり、政治の世界の大先輩でも言われますから、石原さんもですね、みんなの党にも話をしたいとおっしゃって、いただけるならですね、我々のところの話を。とにかく好きだ嫌いではなくてね、まあ、でも政治の世界とか大体人間関係とか好きだ嫌いで世界再編をしてきた歴史がありますから、そうじゃなくて何とも言いますけれども、まあ、基本的な政策、この国をどう思っていこうとしているのか、それを国民にしっかりと選択肢として提示する、これが一番大事ですよね。そういう立場からしっかり、まあ、新しいことができる。今もう第三極がですね、もう乱立して国民にとってわけわからないと思います。ですから我々のこの作業もですね、なるべく、まあ、政策で一つの塊に、まあ、国民の皆さんに言えるようにしようという目的でやっていますから、ね、まあ、なるべくそういう意味で結集というのか整理というのかわかりませんけども、やっぱりこれ10以上政党があるのは異常ですから、やっぱり政策ごとにですね、やはり塊を作って国の選挙チームを取るというのが一般論としては正しいのでしょう。次の日程がありますので終了させていただきます。はい、どうもありがとうございました。